い、皆さんこんにちは。10月の20日の日曜日の、これ夕方に夜かなお届けすることになると思うんですけども、皆さんどんな週末をお過ごしでしたでしょうか。私はですね、教室であのレッスンがありまして、ちょうど、全部終わったところなので、バケツも全部洗って今消毒、スプレーを、ね、かけて乾かしているところです。で、今回ですね、生徒さんたちのアレンジメントはダリアと、バラ、それから、秋の実物ですね、野バラの実とかを使ったアレンジメントをお楽しみいただいたんですけれども、皆さんとお話ししていたりとか、皆さんの様子を伺っていて、ちょっと気が付いたことがありましたので、3つくらいお花のお手入れ、ダリアですね、この、ダリアの、お花のお手入れについてお話ししたいと思います。興味のある方はこのままご覧ください。で、ダリアなんですけども、ダリアって菊の仲間ですなんですね。で、コスモスと同じように、メキシコ原産のお花なんですけれども、まあ、菊っていうとすごいあそこにねちょっと映ってますけど、丈夫なお花っていうイメージがあると思うんですけど、じゃあダリアはどうでしょうか。皆さんダリア好きな人多いんですけども、バラと同じぐらいこうなんていうんですかね、意外と思ってるよりも開いてしまったりとか、その開いた先の花びらが傷んでしまったりとかして、足が早い、つまり楽しめる時間が短いって思っている方が多いと思います。で、それは実際そうですね。トルコキキョウとか、同じ菊科でしたらガーベラとか、コスモスの方が長いかもしれません。ダリアはじゃあ何がダメかっていうと、花のこの中心に近いところはそれほどでもないんですけど、皆さん飾っててどこが一番早くダメになりますか。これお花ね、いつも買ってる方とか飾ってる方が、見てると思うので、分かれてると思うんですけど、多分花びらのこの外側ですね、裏側っていうのかな、こちらが先に、カリカリカリって縮んできたり、あるいはポロポロポロって落ちてきたりすると思うんですけど、これの原因っていうか、これを防ぐ、あるいはこうなったらどうするかという話をまず一つ目したいと思います。で、ダリアのこの外側がね、だんだんダメになってくるのは、これはそういう特性ですね。裏側からだんだん乾いてきてしまうんですよ。ちょうどいいのはこれかな。ダリアって正面向いてる花ですよね、ひまわりみたいに。表と裏があって、ここのところが乾いてきてカールをしてくる、ひっくり返ってきたりヨレヨレになってきたりするんですが、飾っていくときに、まあ、これ花瓶でもいいですけど、まず一つ目はこの裏の方に、表からじゃなくて、こうスプレーをかけてあげてください。で、私今かけたスプレーは実は水ではなくて、そういうダリア専門、ダリアに限ってじゃないんですけども、こちらのお花の乾燥を防ぐスプレーなんですね。花の潤いを保ち、茎や花を乾燥から守りますって書いてある。で、実際に私がこのスプレーを使うのはダリアや、カラー、それからアンスリウムなど、明らかに花持ちが1日とか2日ぐらい伸びます。気温によりますけど、春の先とか2月3月とかなんかは明らかに違いますね。なので、これは私は皆さんにお渡しする前に必ずスプレーしているんですけども、皆さんその状態で使っているので、そこから先はダリアって多分3日目ぐらいでふわっとこう中の芯が見えてきて開いてくると思うんですね。その先までスプレーし続けることはあんまり必要ないかな。なので、日常的にダリアを買ったりとか、飾っている、長く飾りたいって方はこのスプレーがあると便利かもしれないので覚えておいてください。教室の生徒さんは、私いつもそこに置いてあるので、見ることができるとも、ね、声をかけていただければ、どんなものか、あと使い心地とか、どうやって使うかっていうのはご紹介したいと思います。まずだから、花の裏側に、スプレーをする。お水でもいいですね。で、こう水がこういう風についたって感じにかけなくて、ミストのように、しかも、裏側からかけてあげてください。で、2つ目、そのチリってなってきたらどうするかってことなんですけども、今見えました、落ちるの。これ悪い例なんですけど、あ、ここダメになったからちょっと取っちゃえってこうむしります。ダリアって菊の仲間なので、菊もそうなんですけど、1枚取ったら全部バサバサバサっと取れてきます。取れてきやすいです。非常に危ないので、絶対にこうやって抜かないでください。じゃあどうするかってことなんですけども、ハサミ、じゃあどうするかってことなんですけど、
どうするかというと、下裏側が今ねダメになってるダリアがないんですよね。じゃあこのダリアでいきましょうか。このここが茶色くなってきたりとかしたら、前から見てちょうどのが分かったら、その傷んでるところの花びらの先だけをこうやってカットします。そうすると前から見てそこが目立ちにくくなるので、アレンジメントとかブーケの中でこの周りにこうふわっとしたグリーンとか、入っている場合は意外と目立ちにくいですよね。なのでそういうふうにして、傷んだとこだけをカットする、決して真ん中からは傷みません。必ず裏側の方から傷んでくるので、そうやってもいいでしょう。でもそれでも1日2日ですかね、その手当てをするのは。でその頃になると何が起こるかっていうと、この茎が、なんとなくぐじゅっと柔らかくなってくるので、必ず、これ花瓶の場合ですね、下を毎日分かります、ポロポロ落ちるの、少しずつ切ってあげる、切ってまた生けるというふうにしていただくといいです。もう3日から5日間ぐらいが観賞価値だと私は思っています。3日目ぐらいになると中がこうやって、中の本当の花粉のところがこう出てきます。3日目ぐらいですね、出てきますので、こうなってくるとあとは、周りがどんどんこう開いてくるので乾いてくるような形になりますから、バラも同じですよね。3日目ぐらいになるとふわっと本当の花の姿が出てきて可愛らしいんですけど、そこからは成長したらあとは人間と一緒で、なんていう、寿命を全うしていく活動なので、それはそれで、そういうものだと思って見ていただければいいと思います。まあ、ダリアについてね今日述べているので、まず、花びらはむしらない、で傷んだら、カットするだけ、葉先をですね。そして、一番最初にやることはこの裏の方に、スプレーをするということ、この3点ぐらいでと思います。あとは、もしこう花瓶で飾るとしたらバケツですね。私レッスンの時いつもあんまり水入れてないと思うんですけど、ダリアなんかは、水が茎がね溶けやすいので、これ分かります？ダメな例ですね。どんどんポロポロ落ちてくる。必ず水は浅めにしてください。こうやってなんかダリアがダメだけどたくさん水入れようと思うと、もうさらに茎が溶けて、水の中がバクテリアが発生して花が早くダメになります。もし他の花と一緒に飾っていたらその他の花もその、ダメになった水を吸い続けますので、水は深くしないでください。これダリアの、特性ですね。十分に水がちゃんと上がってピンとシャキッとしたダリアを買ってきたら、お家ではそんなに深水にする必要ありませんので、そうやって語っていただけるといいと思います。なのでダリアは、水がたっぷりないと生きていけないお花と一緒に、花瓶に入れるのはあんまり向いてないと思いますね。アレンジメントはねスポンジなので水を吸うスピードというのはそれほどじゃないんですけども、水の量がたくさん必要な花とそうでない花っていうのは、ちょっと注意が必要なので考えてみるといいかなと思います。で、分からなくなった人は私に聞いてください。で、もう1点、もう8分も喋ってますね。アレンジメント、これ今水の中に入ってます。もしこれがスポンジを使ったアレンジメントをすると、皆さん水をね注いでるんですけど、お花が、心配だから毎日もういっぱい水を足して、お出かけになる方が意外と多いことが分かりました。もう本当にここ触ったら縁を水があるぐらいタプタプに、その必要はありません。スポンジの表面にこう手を当ててみていただいて、裏の方からですね、上が濡れていれば大丈夫です。でただしオアシススポンジっていうのは上から下へ水がだんだん落ちていって乾いてくるので、上を触ってなんか乾いてると思ったら実際にお水もこう深くまで指入れないと水が感じられないと思うんですね。もうこの辺まで水を感じていたらこれですね、入れすぎです。もう私いつもこのぐらいかな、ここまで、はい、まあ、ここ入れすぎてもここぐらいかな、まあ、これは人によって、あとその置く環境によって、そこが湿気が多いとか風通しがいいとかいろいろあると思うんですけど、温度とか室温ですね違いますけど、やっぱりいつもここまで水が入っていたらどうでしょう。これからだんだんね涼しくなってくるのであまり問題ないんですけども、やっぱりいつもジメジメした状態、特にこうギューッとアレンジしている方はジメジメしている状態になるので、注意が必要です。だから私もそうなんですけど、やっぱ花と花の間にこう蝶々が飛ぶように、風が舞うように、お花は高低差をつけながら合間にグリーンとか入れてあげて、花同士があんまり密着しない方が花にとっても群れとか、色の変化とか少ないと思うので、お花に優しいね生け方を、
研究してみるといいですね。やっぱり一回ダメになってみないとダメっていうことがわからないので、こうやったらダメだったけどこうやったら長持ちしたっていうことを、積み重ねていって、まあ、お花の仕事をしている人とかもあのアドバイスしていると思うので、皆さんも家で毎日ね日々飾っていると思うので、なので、自分でいろいろ研究してみてください。自分のお家の自分の場所に飾るそこの気温とか湿気については他の人にはわからないことなので、自分のお家ではここの部屋が一番長持ちするとかこうやって飾るといいっていうのをぜひ研究してみるといいと思います。今日はですね、これから旬を迎えるダリアについて注意事項を述べました。もう一回いきますよ。花びらは、むしらないですね。こうやってもうどんどん取れるんですよ。わかります？これダメな例ですね。もう触っただけで取れて、そのうちもうボロボロっていっちゃうんですけど、むしらない。一見綺麗ですけどもうどんどんダメになっちゃいます。むしらない。それから2つ目は、裏の方からダメになってくるので、葉先をどうしても整えたい人は、葉先だけ花びらの先だけをこうカットしてください。それから、水は少なめですね。花瓶の場合少なめと、最初に一番最初に買い求めた時とかに、もしやるんだったら裏側に、スプレーをすると、専用のものでもいいし、水でもいいです。びしゃびしゃじゃなくてミスト状態にスプレーする、これを守っていただくと、1日でも長く飾って楽しめると思います。ダリアが、ね、好きな人とっても多いので、ぜひ、やってみてください。ということで今日の動画は、ダリアの、注意事項ですね、まあ、ブログでもいいんですけども、1週間に1回私の顔を見ないと、つまらないという人もいたので、お送りしようと思います。で最後になりましたけど、先週も言ったかな、私の、個展展示会を、11月5日火曜日から10日日曜日まで元町の、ギャラリー元町というところで、やります。横浜元町ですね。あの石川町の駅からもう歩いてすぐ、です。来た方には、一つ、花を触っていただくっていう、あの強制ではありませんけど、いうあのコーナーを作ろうと思ってます。作ります。なので、お花を見に来て自分でもお花に触って何か感じて帰っていただけたら、私は嬉しいなと思うので、ぜひそうしていただけたらと思います。それでは、なんかちょっと明日寒くなるみたいなんですけども、月曜日ね、体調、あの季節のまた新しい暦変わり目なので、皆さん気をつけていただいて楽しい、短い秋を満喫しましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。